こんにちは、赤玉ちゃんです。本日の動画は整体導入編です。このボトルですが、ベタさんのために立ち上げたボトルなんですけど、完成引っ越し、引っ越し直前にうちのベタさんが病気にかかってしまって、残念ながらお亡くなりになってしまいました。で、そのお亡くなりになってしまってからというもの、一気にモチベーションが下がってしまって、もう軽くちょっと放置気味になってしまったこのボトルなんですけど、せっかくね、ミスト式で1ヶ月植物育てたり、エアレーションして水質を安定させたり、いろいろと丁寧にやってきたボトルなんですけど、かなりモチベーションが下がってしまって、2週間ぐらいかな、ちょっと放置気味になってたんですけど、大和の前よりもまだまだ元気に5匹お掃除してくれてますし、水草も結構もさもさと元気よく育ってきていて、これじゃいかんと思いまして、本日思い立って、カラシ小田原へ行ってきました。90センチ水槽にいるカージナルテトラやテトラオールなど、多くのお魚はカラシの小田原で購入したものなんですけど、過去に動画もありますので、よかったらそちらもご覧ください。やっぱりね、お魚博士のような兄さんにどうしてもアドバイスをいただきたくって、本日カラシの小田原へ行ってきて、お魚さん2種類選んできました。まずはこの体に点々点がついているお魚さん、ミクロラスボラハナリ5匹と、ホタルテトラ2匹。90センチ水槽はちょっと寒色系の青系のお魚をメインに、選んでいるんですけど、それとは真逆のちょっと温かみのある赤系のお魚が欲しくって、探しに行ったところ、この点々点々っていう体の、模様が気に入りまして、まずこの、ミクロラスボラハナリを選びました。これはコイ科のお魚さんだそうです。でもう1種類追加で2匹選んだのは直前で、もう帰る直前で選んだんですけど、ホタルテトラといって、まだちょっともしかしたら体色が抜けちゃってるかもしれないですけど、もう少しオレンジっぽいというか赤っぽい、全体的にそんなお色をしていた、テトラ系の、なんでカラシンですね、カラシン系のお魚さん、ホタルテトラ2匹を選んでみました。温度調節、なんだっけ、温度あるか、水温合わせはもう十分行ったので、早速水合わせをしていきたいと思います。でカラシの小田原なんですけど、本当にこじんまりとしたお店で、ただ小型魚を専門にしていて、そこにですね、いらっしゃるお兄さんがですね、とってもお魚に詳しくて、お魚のこととか聞くと、わざわざ図鑑とか出して、こうこうこうですとかいろいろ説明してくださる、とっても面白い兄さん で、兄さん前回ちょっと音声だけ許可もらって動画出てもらったんですけど、ちょっと今回は恥ずかしいということで、NG が出たので、残念ながらカラシンでの動画は映像はあるんですけど、流れてますかね、映像はあるんですけど、兄さんの音声は今回はちょっと残念ながらなしということで、これが、カラシン小田原のメイン水槽ですね。120センチかな、前回来た時とちょっと趣が変わってましたけど、ロタラがかなり繁茂していて、これ CO2 添加してないらしいんですけど、結構気泡がプク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 、すごい光合成してましたね。でこれ店内で水槽たくさんあって、小型魚がいっぱいいるんですけど、最初なんかこのバタフライレインボーっていうのも細長くて目が青くて可愛いなと思って、これもちょっと良かったんですけどね。でこれが結局購入した、
なんだっけ、ラスボラ花火、体の点々点が気になって、あでもこれあれもともとなんかインスタとかで結構投稿してる方がいらっしゃって、事前に見ていてやっぱ可愛いなと思ったんですけど、いるとは思ってなくて、実際実物見てみたらめっちゃ可愛かったですね。点々点々点っていうのはこの子しかいなかったんで、でそんな話してたらカラシン小田原の兄さんがこうやって図鑑を持ってきてくれるんですよ、その都度その都度で、こんな体色になりますよとか、全長はこのぐらいになりますねとかって写真を、こうやって拡大してあるんで図鑑は見やすい状態で説明してくれたりします。めちゃくちゃ読み込んでる感じが半端ないっていうボロ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 だな。で最後の最後にこのホタルテトラ、この花火さんとちょっと色の感じが似てるんですよね。これはカラシン系で、こうやってまた図鑑を出してあピントだって、図鑑を出して説明してくれるんですけど、前回もこの図鑑使ってましたけど、このブラックネオンも可愛いんですよ。なんかこういうシンプルな魚にどうやら惹かれるらしく、激安なんだけど私この魚も結構好きなんですよね。で全然水草はこの店そんなに多くないんで、前回もそんなに気にしてなかったんですけど、まさかの私の欲しかったこういうニムファ系のものが売っていて、なんか前回どっかのアクアショップで育てるの難しいですかって聞いたら難しいですって言われたから、ちょっと躊躇してやめたんですけど、大丈夫ですよそんなことないですよなんて兄さんが言って、なんか兄さんの水槽でも育ててるらしいんですけど、まあちょっと破格だったので、まあダメ元でチャレンジしてみようと思って買いました。どうやら私の動画を見てカラシン小田原に来店されたお客さんがいたらしく、お兄さんの声入ってましたよって言われて、どうやら恥ずかしくなっちゃったみたいで、今回はすいません NG でって言ってましたけど、相変わらずの口調ですっごいたくさんいろんなお魚さんのお話聞かせてもらいました。いや本当にね、なんかこう丁寧にアドバイスもしてくれるし、自分の実体験とかも話してくれるし、本当丁寧に写真とか使いながら、こういうところで例えば魚さん見分けるんですよとかいろいろ言ってくれたりとか、餌のあげる実演とかも前回もそうだったんですけど、してくれたりとか、このお魚さんにこの餌あげてますみたいなのを実演してくれたりとか、本当丁寧に魚愛が半端ないっていう、魚愛にあふれた兄さんなんですけど、本当おすすめですね。私みたいなものには本当にああいうところで魚選べることができるとすごくもう楽しいし、そういう人から、知識の豊富な方からいろいろと聞けるっていうのはありがたいなと思います。